J2 リーグは1週間お休み。ファジアーノ岡山はトーナメントでサッカー日本一を争う天皇杯2回戦に挑みました。そして今回のスターティングメンバーですが、ご覧ください。怪我で戦列を離れていたあの人も、あの人も、そしてあの人も戻ってきました。ゴールキーパー中林弘嗣選手、ディフェンダー上田龍二郎選手、ミッドフィールダー島田譲選手。連戦の疲れや暑さが応えてくるこの時期に頼りになる面々が戻ってきました。いけいけと思いきや前半21分、守護神も立ち尽くした愛媛の芸術的フリーキックで先制されてしまいます。ならばファジアーノもフリーキックでお返し。蹴るのは久しぶりのこの人、島田選手のフリーキックに林選手が頭で合わせて同点。去年の天皇杯でもゴールを挙げた天皇杯男。まあ、フリーキックでいいボールが来たんで、まあ、相手の前に入ることを考えて、まあ、ポジショニングで、まあ、シュートを打つ前のところで外せたんで、まあ、そこでもう点は取れたかなと思いました。持ち味を発揮し始めた復帰組、島田選手の積極的な飛び出し。後半立ち上がりは前に前にっていう、特に守備から攻撃にっていうのは出てたんで。そして至近距離からのシュートを止める中林選手、まさに神復活。わずか1ヶ月半前、腰の骨を折ったとは思えないプレー。1対1とかも、ね、しっかり対応できたんで、まあ、この辺は本当に自分としても、まあ、しっかりフィットしてきたかなっていう収穫もあった中でも、まあ、そうやって失点してしまったことは悔しいです。決勝点はその守護神を嘲笑うかのように頭上を越えていく。後半36分、愛媛のループシュート。ファジアーノ日本一への挑戦は初戦で涙を飲みました。まあ逆に言うと、もうリーグに集中しなければいけない、リーグ戦に集中して、そして残りの半分を J1 に上がるために全力を尽くしてですね、たくましく向かっていける状態を作らなければなと思ってます。J2 リーグ戦は明日再開。4位のファジアーノ岡山はアウェーで6位のアビスパ福岡と対戦します。 CM の後は緊急特集、サポーターが選ぶ前半戦最も印象に残った試合は。緊急特集、前半戦あなたが最も印象に残った試合は。今シーズンの J2 リーグも半分が終了しました。今シーズンここまでの試合でサポーターが最も印象に残っている試合は何なのでしょうか。第10位はゴールデンウィークに連勝を飾った山形戦。久々スタメンの瀬能選手、清水選手が得点を挙げ、チームの層の厚さを見せました。第9位は3失点で大敗した4月20日の北九州戦。悔しさがこの後の連勝につながりました。第8位は3月22日開幕4試合目で初勝利を飾った水戸戦。第7位は長崎戦2対1で勝った試合。そして第6位はラモス監督との試合で本当に面白かったです。勝ったんで良かったです。いつもホームで勝ってなくても初めて勝ったんで。ラモス監督率いる FC 岐阜と対戦した5月18日の試合、後藤選手、押谷選手のゴールでホームで一度も勝ったことのなかった岐阜に6年目にして初めて勝利しました。そして第5位は北九州に 3-0 で負けた後に 2-0 で勝ってくれたんで、なんかすごくすっきりしました。無敗記録が始まった試合ですね。第5位は4月26日の札幌戦、上田浩太選手、島田選手の今季初ゴールで勝ったこの試合からリーグ戦では実に2ヶ月半負けていません。第4位は今シーズン最多の3得点を挙げた6月の愛媛 FC 戦、片山選手のボレーシュートも鮮やかでした。
そしてベスト3は J1 に元おったチームにもう少しで勝てそうで、まあ、雰囲気も良かったんで。第3位は5月31日のジビロ磐田戦。 J1 優勝経験もある相手から先制点を奪いましたが同点に追いつかれました。そして第2位はファージアナが国立でできた最長で最後の試合だったんで、昔からのサッカーファンなんでやっぱり国立にはちょっと思い出があるんで、フットボールとかの新たへのあのトラップ、これは最高でした。第2位は聖地国立競技場で行われた4月13日の東京ヴェルディ戦。上田浩太選手のパスを新田選手が絶妙なトラップからゴールに流し込み、国立最初で最後の試合を勝利で飾りました。そして第1位はもうこれで敗戦かと思ったところでなんとか追いついてくれたのでもうホッとしたのと、考えてみればちょっと悔しかったんですけど。第1位は7月5日の蒲田アレ佐野木戦。史上初の瀬戸大橋ダービーはファジアーノが土壇場で追いつく劇的な試合でした。こちらが前半戦サポーターの印象に残った試合ベスト10です。最終結果はご覧のようになりました。勝ち試合だけではなくて負け試合や引き分け試合にも多くの票が入っています。この悔しさがあったからこそ前半戦4位という成績が残せたとサポーターも感じているのではないでしょうか。 CM の後は夏休みのお楽しみファジアーノ市を2作品が体験します。ファジアーノ岡山特命 PR 部女子マネージャーの百瀬美咲です。毎年恒例のファジアーノ市が今年も開催されたということで遊びにやってまいりました。内容はですね、千本釣り大会スーパーボールすくい射的とあるんですけれども、今まさに射的やってる子がいるのでちょっと聞いていきたいと思います。1回狙って、お、あ、ちょっと上だったね。難しいね。お、当たりました。じゃあちょっと私も挑戦します。これ難しそう。で、肘ついていいんですかこれ。ガチ。楽しい楽しいファジアーノ市は、夏にかけて、随時開催しております。大人も子供もたくさん楽しめますのでぜひ遊びに来てください。待ってます。今月はファジアーノ岡山のビッグトートを5人にプレゼントします。